本当に私大好きなんです <laughs> この2人が。<laughs> 白木インリリチオ役の声優日高里奈さんです皆さんこんばんは白木インリリチオ役日高里奈ですよろしくお願いいたしますそして雪の浩二のバラ役の声優日笠洋子さんです雪の浩二のバラ役の日笠洋子です本日はありがとうございますよろしくお願いいたします もう入った瞬間から本当に犬僕のことを本当に大好きな方々が作ってくださったんだなっていうのがもうすぐ分かるぐらい愛にあふれたもう空間続きでして私自身やっぱりストーリーをこの一章から章ごとにあのー。 展示されてるんですけど懐かしいなあ,あこんなシーンあったなってほんと胸いっぱいになるほんと幸せな時間でした漫画の世界ってこう紙の中で平面の中だと思うんですけれどその今回展覧会にしていただいたことですごく立体的に本当に表現してくださっていてアニメーションとはまた別のすごくこの犬墨の世界っていうのが表現されていて本当に素敵な 展覧会になっていいると思いますキャラクターたちが出迎えてくれるんですけれどもう私もすごく久しぶりにみんなに会えてもう胸がいっぱいになってしまってでもなんか彼らの彼女たちのキャラクターたちの表情がすごく優しく出迎えてくれるんですよ笑顔でもうその表情にも私はもう本当に胸がいっぱいになりました。 また会えたねって彼女たちに声をかけましたなかなかたくさんあるんですよね <laughs> <ー>本当にどうしようじゃあまずまずはい どうしようまずじゃあ1個いくとすると <laughs>、はい、私その原作の時もそうですしあのアニメーションの時でも大好きだったり、うん、リチオとみっけつかみくんとの,あの文通のシーンがあるんですけれども、うん、そのシーンが像みたいになってて入った瞬間あこの空間はってなってしかもその,あの展示の仕方というか空間作りも本当に素敵なんですよ。 なんでそこはちょっとぜひ生で見てほしいところです、まず一つやっぱり私、野原役なので、はい、ちょっと相方相方をちょっとフィーチャーしていたさせていただいて、はい、もう、うちの一くんあはい <laughs> いましたねもうちょっとね、愛にあふれてて、さっきもちょっとお話ししたんですけど、立体感というかはい、はい、本から本から彼らが飛び出してきてるみたいなもうなんか表現がもう、 うちの一旦もめんが、<laughs> あと綿ぬきが愛されています。<laughs> 綿ぬきちょっと愛されすぎだよね。あのオブジェと言いますか、うん、あれは何ですか？<laughs> なんか,かフィギュア？フィギュアというか、でもみんなの持ってるフィギュアとも違う。なんだろう。なんかものが。 <laughs> <laughs> あります中にどうぞ。<laughs> <laughs> そうですね。あと結構カルタもですね、そうなんか<の>そこだけすごくポップで可愛くて、<う>カルゾーンが本当に可愛くてそうなんですよ。結構遊び心が満載だったりとか、ほんとキャラクターそれぞれの見所っていうか見せ場と言いますか<う>がありますので、野、はい、バラと。 影郎がなんか追の存在みたいになってて、ちょっとそこだけはいやちょっとやっぱ二 <laughs> 人はちょっとね変態チックな二人なのでそのちょっと変態ゾーンも <laughs> 変態人も,変態,も変態ゾーンって呼ばれてるんだはいあそこそ変態ゾーンちょっと見どころなんで本当追になってて <laughs> はいちょっと突っ込みを入れてしまいました思わずあ,あと <はい S 2> 先生のその生の下書き <laughs> がが展示されてるんですよ全部言ってるよりいいのもうだめかな全部言ってるいい感じに分けてくださいなんか皆さんのか感動的だったね私私たちもやはりなかなか見ることのないというか見れないレアなものじゃないですかそうなのそうなんですそれがしかも結構たくさんありましてで今やっぱこうちょっとデジタルの時代になっているじゃないですかまあ今ねデジタルで書かれてる先生もたくさん多いと思うんですけども あの生原稿当時はもうね15年前ですので原稿という紙というねそのまたなんかこう丁寧さとなんだろう愛おしさがそこに存在しているのでもうぜひここも見どころですねアニメは多分12年前とかになるんですかねみなはおいくつでしたか多分17歳とか高校生だったんですよね でやっぱりリリチオってセリフ量が多かったりとかあとモノローグとナレーションとあと実際のセリフが、ね、あったりとかで結構やっぱり自分の中で難しいなどう表現したらいいんだろうってなっていた中やっぱり周りのキャストの皆さんが本当に支えてくれてそれこそやっぱり今でも現場をご一緒するたびになんかあの時の風景というかアフレコ現場を思い出すんですけどやっぱその時はあのー。 原作を常に単行本を持っていって表情を確認したりとかっていう作業をやったのもやっぱり思い出すと言いますかでもそれぐらいやっぱり原作がとても丁寧にいろんなキャラクターの表情だったりっていうのを描いてくれてるからこそのこのなんか安心するというかそ,うそれがやっっぱりっ思い出に残ってます私は結構最近すごくお姉さんキャラクターをやらせていただくことが多いんですけれどもまあ当時1 2 3年前私も20代前半あ持った <laughs> 20, 代 <laughs> 20代だったんですけれども <laughs> <laughs> その時にやっぱお姉さんキャラクターの,この野原をやらせていただくっていうのが結構当時は珍しくってでもそのなんだろう発掘していただいたというかそのスタッフの皆さんにこの野原という役をやらせていただいたことがきっかけでこの今私の先々の こう人生にもすごくつながっているなっていうのを改めて思い出します。本本当当にににスタッフと監督の皆様には本当に感謝申し上げますアフレコの思い出としましては、まあ、やっぱり「野ばら」は結構アドリブが多かったのでアドリブ力も鍛えられたといいますか台本にも,もう「あのばら」あとはアドリブみたいな風に書かれてあることが多くって結構悩んだり悩む最初はびっり わーってびっくりしたんですけれど、やっぱりこう。野ばの気持ちになるとスラスラ意外とやっぱ出てきていて、基本的にはこうリリッジをへの愛をこうね。ジュテームを <laughs> <laughs> する。はい、アドリブが多かったので本当に楽しませていただいておりました。<laughs> すごいたくさんありますね。<あー S 1> 気になるメニューなどございますか？ えでも本当に今回ドリンクももちろんそうですし甘いものからあとがっつりご飯までそうなんうそういっぱい本当にね, <laughs> ね <ー S 1> 幅広くあるんですけどか<ー>さんどうですか私はもうやっぱりホワイトカレードリアはすごく気になりますね。ねですねはい ちょっとここの糊かな。うん。もうそり、うん、<リ>のすか。そうですね。一旦もめの一旦もめを表現してくださっていて、でもねすごく細かくて今こうちょっとね拡大できないのがあれなんですけど、ちゃんと顔とか模様、うんうん、多分ノバラの雪の模様。わあ、本当だ。そりのすかのこのもめんのところに入れてくださっているので、うんうん、本当に細かなところに愛を感じております。リナはどう？いや私はやっぱりリリちゃんと。 創始のクリームソーダですかね？さくらクリームソーダなんか、やっぱり犬僕って原作もそうです。アニメーションでも感じたことなんですけど、色合いっていうのがすごく繊細で、そして綺麗でっていうのがやっぱりあるのでで、このクリームソーダはまさにこのね。犬僕らしい。い<や>本当そうなんですよ。なんでも。はじ もう一回見たときからこれは絶対飲んでみたいって思いましたしこの旗があると思うんですけど裏側はですね三毛つかみくんになっているっていうことでやっぱり二人はね一つっていうちょっとニヤニヤして <laughs> でも本当に私大好きなんです、<laughs> この二人が <laughs> 飲んでもう。<ー> これを見るだけでなんかもう旗欲しいな持って帰りたいないって思いいますね<ー>はいこのぬいぐるみなんですけどキャラクター1人じゃなくてちゃんとペアのだからそのリりリチオはこの三毛つかみくんが隣にいてで三つかみくんのやつにはこの膝っていうか足の間にリりリチオがいるのがまたたまらんくてですねあとこの 小ささといいちょっとこの sd キャラっぽいと言いますかアニメーションや原作でもよくねあの sd キャラのシーンあるんですけどこのちょっとゆるい感じがたまらなく可愛いです大好きですえー、メニアックトランプです <laughs> すごいこれ衝撃的でしたね <laughs> すごいですよねこれ今ちょっと柄も見させていただいたんですけれどもまあメニアックと名が付くだけありまして野原目線のちょっとこう野原の まあちょっとの趣向があのこらされている野原目線の萌え的なえトランプになってますねもうおすすめはやっぱりラッキーセブンこれをこうこれをこう七 <ああ S 1> これをこう7 <laughs> こちょっとこれ盛り上がりそうですよねいや全部のカードを見たくなりますねうんうんエリナだったらこのトランプで何の ゲームをやりたいですか。えーどうしようかなあ。あでもそのババ抜きとかするときに引いて絶対そのセリフを言うとかどうですか。あ楽しそう。みんなでやりたい。こみんなでみんなでやりたいいみんなでやりますか、ね。<laughs> ますかね、一緒に今やりますか <laughs> や。やめてもらっていいですか。今ちょっとみんな困ってます。<laughs> 誰も目合わないですね。もうね。ありがとうございます。あこれです <laughs> これです。これです そう本当に、これこれもいろんなところに貼りたい<れ>、恐怖注意、かわいいですよね<れ>、そうなこちらセットになっておりますして、うんうんいい私、そのアフレコ当時はちょっと分からなかった、かわいい、なんか今の時を経て、かわいいなって思うのが、マジで綿抜きなのはいはい本当に綿たぬきのかわいさに気づきましたので、あのキング。 ワタヌキの女子供は下がってな <laughs> 愛顔動物上等にしますバーンにしまはいなんかちょっと野原的にはですね、はい、やっぱりこうめくりたい気持ちがやっぱりちょっとあるんでこうちょっと皆さん触っていただく展示があるんですけどはいはいはいめくったら何があるんだろう 何の秘密が隠されているんだろう。はいはいはい。っていうのがもうすごくメニアック心をくすぐられ。本当に皆さんバットもうめくる。どうもうバットめくるか、<laughs> そっとめくるかはもうお任せいたします。メ <laughs> のアッめくり方ですね。メニアックなめくり方でよろしくお願いいたします。えー、それではその萌えポイントで言うとここまでかっていうこだわりメニアックなんですけど、あの音楽。 がさっき言ったちょっとお手紙の、あのー、好きなゾーンがあるんですけどそこの音楽がメニアックポイントですよく聞くとあれこれってもしかしてって思っていただけるそのスタッフさんの熱い思いとかこだわりにメニューアップを感じました。 今回その犬ぼく作品誕生から15周年を記念してのこの展示会、本当に私自身、とても楽しみにしていました、そして一足先に見させてもらって、思っていた以上の想像以上、期待以上の,あの空間が広がっていて、本当にこの空間を作り上げてくださったスタッフの皆さん、制作の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。きっとあの原作をを読まれたた方方やアニメーションを見た方は もう本当に楽しんでもらえるあのものになっていると思います。でしかもなて言うんですかね細かいところもいろんなこだわりがあったりとか、そして見終わった後にまたアニメ見たいな原作読みたいなって思ってもらえるものになっていると思いますので、ぜひぜひ足を運びいただけたら嬉しいなというふうに思います。本日はありがとうございました。15周年を記念した展覧会ということで、もう本当にこの長い月日を経て、またこうしてこう。 犬僕の世界がよみがえりたくさんの方に見ていただくそして愛を語り合ってもらう機会を作っていただきましてスタッフの皆様本当にありがとうございます私もとっても大好きな作品でしたのでそしてすごく愛を持ってアフレコに臨んできていたのでうんやっぱりさっきもちょっとリナからお話が出ましたけれども何だろう続きまた 野原を演じたいまたみんなの声が聞きたいまたみんなと会いたいっていう気持ちがすごくすごくすごく膨らんでしまいますね。うん、私も小さな野原をこう演じ、あの台本をだあの原作を読みながらこうちょっと演じて,待って、いつまでも待っていたいななんて思うそんな思いがあふれてくる展示会になってます原作の中で何度も生まれる 出会えるっていうセリフがあるんですけれど、また会えるってそう信じながらこの展覧会を皆さんに見ていただきたいなと思っております。お楽しみにということで本日はおざわ詰まりいただきありがとうございました。